海上自衛隊には、対潜水艦船に B3C を導入し運用していますが、導入当初の海上自衛隊内の演習では、B3C ショックと呼称されるほどの高性能を見せつけた名機なんです。今回は、そんな海上自衛隊の B3C 哨戒機での対潜水艦船に注目し、詳しく見ていきますね。B3C ショックと呼称されたのは、58海縁の時でした。最新鋭の P1 哨戒機への世代交代が進んでいます。退役やと、フィリピンやマレーシアに供与されるかもしれません。地理的に、国の周囲を、広い領海と排他的経済水域に囲まれた環境下にある我が国、日本では、それらの海の確実な監視の実施を、安全保障上の大きなポイントとしており、その中核を担うものとして、哨戒機を運用している。航空自衛隊が保有、運用する哨戒機は、昨年2023年度末の時点で、一つ、前の P3C が35機、最新の P1 が34機と機体数は拮抗しているが、今後は、後者の配備が進むのと並行して、前者は、退役が加速する状態ではある。しかし、最新型で、かつ国産機でもある P1 哨戒機も、最大で、70機の調達が現時点では計画されてはいるものの、すでに一部で導入が開始されたシーガーディアン等の無人航空機等によって計画数は下方修正される可能性も指摘されている。そうした状況下にある日本の航空自衛隊の哨戒機ではあるが、今回は日本での初導入の1983年から、すでに今年2024年で43年目に突入しながら羊田第一線で防衛を担う P3C について振り返ってみたい。P3C は現在のアメリカの航空、軍需企業として F3 ゴライトニング2などを手掛けるロッキード・マーチン社が未だロッキード社であった1950年代後半にアメリカ海軍の要請に応じて開発したことに端を発する。ここでロッキード社は自社が製造を行っていた旅客機である L-188 エレクトラをベースにアメリカ海軍の要求に応える追戦哨戒機として最初に P3A を開発、1962年に正式採用を勝ち取るに至った。その3年後の1965年には P3A の機関部をさらに強化した P3B がアメリカ海軍に実戦配備されたが、旧ソ連を盟主とする東側陣営とアメリカを盟主とする西側陣営が激しく軍備を競い合ったこの時代、さらなる改良型の開発が続けられた。こうして開発が行われた機体は P3C と名付けられて、1968年に初飛行を成功させた後、翌年の1969年にはすぐに実戦配備が開始され、最終的には日本を含む20カ国以上が採用を行う西側製の哨戒機として最も成功した機体となった。P3C では、その当時、これらの機体が対潜哨戒機と呼称されていたことからも明らかなように、敵の潜水艦を早期に探知、発見することを主眼に大きく、その能力を向上させており、その後もアップデートを続けていった。具体的に、P3C は、機体から海面に投下するその部位の能力強化、機体に搭載する各種のレーダーやセンサー、そこで収集された情報の処理能力の強化、それに加え地上に設置された遊軍設備とのデータ連携が可能となった。これにより、P3C は単体単機では当然成し得ない敵潜水艦の探知、発見を実行することが可能となり、自らが搭載可能な追戦兵装の運用能力もより精度を増すことを実現、多くの西側諸国の中で、対潜哨戒戦力の中核の地位を築いた。P3C は、乗員が11名、全長が 35.6 メートル、全高が 10.3 メートル、翼幅が 30.4 メートルの機体を持ち、基本離陸重量が 56,000kg、最大離陸重量が 63,390kg で、4機のターボプロップエンジンで、巡航速度が 607.5km で、航続距離が 6751km に達する。前述したように、P3 シリーズは、旅客機の L-188 エレクトラをベースとしていたため、機体内の居住性に優れ、搭乗員の負荷を減らせた上、
日進月歩で進化する推薦紹介用の設備を追加可能な拡張性にも対応ができた。ただし、旅客機の L188 エレクトラがベースとなったとはいえ、B3 シリーズでは、対戦哨戒機として運用するために、胴体や主翼などの箇所が再設計を経て製造されており、軍用機としての用途への対応が図られている。具体的には、胴体については、機体の後端部分に、対戦哨戒用の MAD 磁気探知装置を運用するための変更が行われたほか、先端の機種もオリジナルよりも少し短く修正されており、任務への最適化が行われたことが見て取れる。主翼の設計変更も、対戦哨戒機としての兵装を搭載すべく実施されたもので、翼端部に3つ、胴体部に2つのハードポイントが設置され、前者にミサイル類、後者に電子戦用の各種機器を取り付ける仕様となっている。こうしたハードポイント以外にも、B3 シリーズには、前方部分の胴体下部にウェポンウェイが設けられており、航空機用魚雷、航空機用爆雷、航空機用機雷も実装することが可能で、哨戒任務に止まらず攻撃も担い得る。B3 シリーズはこれまで見てきたように、アメリカ海軍の要望に応じる形で対戦哨戒機として開発された機体ではあるが、搭載する設備の高度化によって、多様な任務への従事が可能となったことから、海上自衛隊では、呼称を哨戒機へと変更している。海上自衛隊においては、B3C を、1983年3月末に、神奈川県の厚木航空基地を拠点とする第4航空軍に、まず6機を導入、その例下に第6航空隊が編成され、対戦哨戒機として部隊運用を開始することとなった。ただし、この海上自衛隊への B3C の導入が、当初より円滑に行われたのかといえば、実際にはそうとも言い切れず、アメリカ側としては、自国の最新鋭の対戦哨戒機である、同機を安易に日本に供与することを躊躇した形だった。しかし、旧ソ連の戦略型潜水艦による核攻撃の脅威の深刻化を受けて、1972年以降に、アメリカ側は態度を変え、日本への P3C の供与を承認する方向へと政策を転換。激化する冷戦構造が後押しをしたと言えるだろう。そうして紆余曲折を経ながらも、1983年3月末に前述したように、海上自衛隊での運用が開始された P3C だったが、同年に行われた同体の58海演において、かつてアメリカが日本への同機の供与を躊躇した理由が証明された。この時の58海演において投入された配備から間もない P3C は、当時の海上自衛隊が運用していた潜水艦のことごとくを探知、発見し、撃破の判定を下す結果を実現、まざまざと、その実力を見せつけ、それは、P3C ショックと形容され、今に伝えられている。58海演における P3C ショックを機に、海上自衛隊では、以後の潜水艦に対し、従来以上の静粛性が必要となることを痛感し、1987年から建造を開始した春市、小型以降、その教訓を取り入れた新型潜水艦の調達を推進した。さて、そんな大きな衝撃を海上自衛隊に与えた P3C だが、同隊では、3機の完成品をアメリカから調達。以後は、川崎重工業者によるライセンス生産を行い、それによって98機が製造され、随時の配備が行われた。現在の海上自衛隊では、川崎重工業者製の国産の P1 哨戒機を、2013年3月末から運用を開始しており、残された P3C も、徐々に退役を行っていく予定となっているが、それらの機体を海外に供与する案も浮上している。ただし、2024年現在、この海上自衛隊を退役する P3C の海外への供与は実現はしておらず、かなり有望な候補と考えられていた中にフィリピンがあったが、運用も容易でメンテナンスコストも低い現ホーカービーチクラフト社の TC90 がその座を射止めた。また、マレーシアも P3C の海外供与先として検討が行われていると伝えられているが、こちらも確定はしていないもののフィリピン同様に、
南シナ海における中国軍の脅威の増大を受け、可能性を残している状態だ。海上自衛隊における P3C は、最盛期には100機近くを運用していた計算となるが、同時期の本国のアメリカでもおよそ200機ほどの運用数だったことを鑑みれば、いかに日本がこの分野に注力していたのかが忍ばれる。今の日本の最大の仮想敵国は、かつての旧ソ連、現ロシアから中国へと移り変わってはいるが、P3C 等の哨戒機の任務の重要性は変わることなく、むしろその比重を上げていると個人的には思えている。2023年11月13日、民間の非営利団体アメリカ海軍研究所 USNI は、日本最大級の軍艦が F-35B ライトニング II 戦闘機を運用に必要な一連の試験を受けるため、2024年にアメリカ東海岸に来航する予定と発表しました。今回は、護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証試験について見ていきます。加賀は、改造後、初めての長期航海に出ます。そのまま F-35B を数機艦載しての寄港ということはさすがにないでしょうね。中国への抑止効果として数機乗せてきたら、なんて声もあるようですが。USNI が言うところの日本最大級の軍艦というのは、世界に誇る海事の出雲、片護衛艦のことです。海上自衛艦と航空自衛艦で構成された日本側の視察団は、2023年10月末にアメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船し、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているそうです。USNI の分析では、プリンス・オブ・ウェールズが試験をしている同海域で、空母化改修後の出雲・片護衛艦が、F-35B 運用に関する各種試験を実施するのではということです。日本政府と防衛省は、2013年以降、海地が保有の出雲・片護衛艦2隻への空母化を着々と進めていたと同時に、垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していました。F-35B 戦闘機については現時点で、42機ほどの導入を予定しているとか、それらを運用する飛行隊を、航空自衛隊に新たに作り、宮崎県新富町の新田丸基地に配備すると公表しています。九州に配備するということは、南西諸島空域におけるスクランブル発進に最速で対応するとともに、台湾有事も視野に入れてのことと考えられます。イギリス海軍の空母のプリンス・オブ・ウェールズは、前述の通り、アメリカ東海岸での各種テストで、無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているので、同様のテストを出雲・片護衛艦でも実施する可能性も推測されます。姉妹艦のクイーン・エリザベスと並んで、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定のプリンス・オブ・ウェールズは、36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターの搭載能力を持つ空母です。この船体は、ポーツマス、ロサイス、バロー・イン・ファーネス、クライドなど4つの地域で、BAE システムズと VT グループが建造を担っています。最終組み立ては、スコットランドのロサイス造船所の1号艦ドックで行うそうです。ここでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズの改修工事も行われました。プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22のため、に、イギリスのポーツマスを、2022年8月27日に出航しましたが、出航直後に、
右舷推進部の結合部や舵に損傷が発見されました。この発見によって、演習航海は中止となりました。その結果、皇太子プリンス・オブ・ウェールズに代わって、女王クイーン・エリザベスが9月8日に出航することになったのです。もちろん、ウエストラント22で予定されていたプリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期することになりました。この損傷について、英国放送協会 BBC は、アメリカへの演習に出発した直後に故障、足を引きずりながら岸に戻ってきたとからかいましたが、シャレになりませんね。プリンス・オブ・ウェールズは、ロサイス造船所に入居して修理を受けましたが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているという悪質なデマが飛んだこともあり、国防大臣が、これは一時的な応急処置であると釈明する事態になってしまいました。修理と能力強化のための改修に約9ヶ月。プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日にドックを出て、7月28日には CH-47 ヘリコプターが飛行甲板に着艦する画像を SNS に投稿していました。10日後の7月31日、映画トップガンマーヴェリックに登場するセリフをパロディ化したような文章を投稿、飛行甲板の運用再開をアピールしたのです。一方、軽空母への改修が完了した海地護衛艦加賀は、2023年11月17日に呉基地へ帰還しました。長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけです。偶然なのか、旧日本海軍の空母加賀の進水日も11月17日だったので、運命的なものを感じるという声が上がったとか。派遣艦は、空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではと噂されているようですが、アメリカ海兵隊やイギリス海軍の F-35B を使用して、空母としての機能をチェックする目的ではないかとも見られています。出雲級の空母化ですが、発着艦機能整備に加え、艦隊内の本格的な改装もまだ構想段階です。既存の F-35 キャリアを、参考に課題の棚卸し後、2万6000トンサイズにあった空母化改装をすると思われることから、空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても仕方ないと考えられるのです。艦艇排水量のうち、満載排水量とは、船そのものの重量だけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料などの積載貨物を含めた総合重量になります。強襲揚陸艦の場合、運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれることになります。上陸作戦要員がいる分、空母より広い居住区が必要ですし、装備には戦車やトラックがあるので、車両庫等のスペースも必要ですよね。上陸作戦関係の重量が増えたから、航空機の運用能力が拡大するわけではないのは言うまでもありません。また、加賀の空母化改装が終わっても、艦載機である F-35B の購入も、空自パイロットや整備員の養成もこれから始まるのだと言っても誇張ではありません。こういった過程が終わっても、搭載可能な F-35B はわずか10機ですから、戦力では中国海軍やアメリカ海軍の正規空母とは比べ物になりません。最有力と思われる使用方法は、イギリス国海軍空母のように、アメリカ海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として使用することではないかという意見があるようです。さて、もう少しプリンス・オブ・ウェールズについて見ていきます。前述のように9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、2023年7月21日にスコットランドのロサイスのドックから出てフォース川に入り、母港ポーツマスへの帰路に着きました。その途中、空母プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において、7月29日、飛行甲板が使用再開されましたという投稿が、ヘリコプター CH-47 チヌークの着艦写真とともにアップされました。その2日後の7月31日、飛行甲板の再開に関しての投稿が再びありました。前でのトップガンマーヴェリックに登場するセリフをパロディ化したものと思われる内容です。飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。
シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですというユーモアのある投稿でした。それに対して、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。一度、ベルファスト湖の穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントも寄せられていたそうです。いずれにしても、プリンス・オブ・ウェールズと出雲、護衛艦は、万が一台湾有事が起きた際には大活躍すると期待する声も多いようです。ところで、プリンス・オブ・ウェールズはイギリス海軍の艦艇なので、基本イギリス領海にいるのでは?と思うんです。となると、台湾有事になった場合、イギリス本国から駆けつけるとしたら、かなり時間がかかるのではないかなと心配になってしまうのは筆者の素人考えでしょうか?鹿児島県の西之表市に行政区分上では所属する離島である馬毛島は、昨年2023年1月に自衛隊が使用する基地設備の工事が開始されており、この2024年3月には、すでに1年と2ヶ月目時間が経過した状態となっている。馬毛島は、地理的には、同じ鹿児島県下で、日本に初めて鉄砲が伝来したことでも、著名な種ヶ島の西の沖合の東シナ海上 12km ほどの場所に位置し、その総面積は 8.2 平方キロメートルの小島だと言える。この馬毛島は、現在のように自衛隊が使用する基地設備を置くために、2019年1月に、日本政府がおよそ160億円を拠出して買収を行ったが、それ以前は、民間のタストンエアポート社という、企業が投資目的で所有していた経緯を持つ。その当時の日本政府とこのダストンエアポート社との馬毛島をめぐる買収の交渉は、同社内の内紛や経営状況の悪化などの要因も絡み、二転三転したが、2019年末には、なんとか前日の金額で、交渉がまとまり現在を迎えている。そもそも、馬毛島の日本政府の購入額となったおよそ160億円という金額についても、それ以前に算定された際には、およそ45億円ほどが適正値であるとの報告がなされたこともあり、その金額の乖離に批判の声もなくはなかった。しかし、日本政府としては、自衛隊が使用する基地を馬毛島に整備することは非常に重要で、かつ、喫緊の政治課題となっていた側面があり、およそ45億円ほどとされた算定額に上乗せをしてでも早期に買収し、工事を行う必要に迫られていた。というのも、馬毛島に自衛隊が使用する基地設備を行うことは、1991年8月以降、在日アメリカ軍の航空母艦艦載機が、東京都下の小笠原諸島の硫黄島で実施中の陸上空母離着陸訓練 FCLP を、もっと、日本の本土に近い位置に移すことが求められていたためである。陸上空母離着陸訓練 FCLP とは、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の運用にあたって必ず必要となる訓練であり、航空母艦自体が整備等の理由で港に入った際に、その艦載機の搭乗者の操縦技量を維持するために必須となっている。アメリカ海軍が保有、運用を行っている大型の原子力航空母艦は、2024年時点でも11隻を数え、その大きさも全長で300メートル。排水量で10万トンを超過する巨艦ではあるが、艦載機の離発着には、高度な技量が求められる。これらアメリカ海軍の航空母艦艦載機の搭乗者には、夜間も含めた終日の離発着を確実に履行する技量が欠かせないため、陸上空母離着陸訓練 FCLP は、航空母艦が入港している際に、陸上の滑走路を、その代替として離発着を反復して行うものである。具体的に2024年時点で言えば、神奈川県の横須賀を母港とするミニッツ級原子力航空母艦の9番艦ロナルド・レーガンが、同港に入港した際に、陸上空母離着陸訓練 FCLP を行う必要があり、日本の防衛においても、その実施場所の確保が最優先事項と言えよう。当然のことであるが、日本に配備されるアメリカ海軍の航空母艦そのものは時代とともに変化するが、神奈川県の横須賀を母港とすることは変わらず、その入港時には、
関西機は、地理的に近い神奈川県の厚木基地を駐機場として使用していた。そして、その厚木基地から2001年まで、陸上空母離着陸訓練 FCLP は、青森県の三沢基地及び山口県の岩国基地に出向いて実施され、並行して、1982年からは、厚木基地、翌1983年からは、東京都の横田基地でも実施されるようになっていた。しかし、やはり、三沢基地及び岩国基地は、駐機場である神奈川県の厚木基地からは、非常に離れているため、訓練の効率上から実施場所から外され、比較的に距離的には近い横田基地も含め、2021年度以後は、厚木基地のみでの実施に切り替えられる。ちょうど、この時期、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の主力戦闘機は、可変翼や映画トップガンでもよく知られる F-14 トムキャットから FA-18 ホーネットへと移行されたが、この変更も陸上空母離着陸訓練 FCLP に大きな影響をもたらした。F-14 トムキャットと比較した場合、代替機となった FA-18 ホーネットの方が機関部から発生する騒音が格段に大きく、本国のアメリカではバージニア州にあるバージニアビーチのオシアナ海軍航空基地の周辺住民らから抗議活動並びに裁判にまで発展する。事態を重く見たアメリカ海軍側は、オシアナ海軍航空基地において FA-18 ホーネットを用いた陸上空母離着陸訓練 FCLP を実施することを断念し、代替する訓練場所を設けることで、その騒音問題を鎮めることを余儀なくされた。こうした本国アメリカでの陸上空母離着陸訓練 FCLP をめぐる騒音問題が顕在化したことで、日本においても厚木基地で実施されている同訓練の継続に対して批判の声が大きくなり、前述したように1991年8月以降は小笠原諸島の硫黄島にその部隊は移される。ただし厚木基地から硫黄島までは直線距離でおよそ 1000km もの距離があるため、アメリカ海軍側としては、陸上空母離着陸訓練 FCLP を実施する際に、対象搭乗者の負担の増加や、時間、燃料等の負担の増加を強いられることとなった。こうした状況から、日米の両政府は、日本における陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所についての協議を重ね、2003年には、広島県下の瀬戸内海に浮かぶ無人島、大黒上島に滑走路を整備し、その代替地とする案が浮上する。しかし、この大黒上島の代替地案も、地元住民をはじめとする、猛烈な反対に遭遇し、同党を管轄し、その計画を打ち出した沖見町町長が辞任に追い込まれる事態に発展。日本における陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所の変更には至らなかった。こうした状況と並行しつつ、在日アメリカ軍の中では、部隊の再編が進められることとなり、横須賀基地に航空母艦が入港した際の艦載機の駐機場所は、広島県の岩国基地とすることが決定。2017年8月以後、段階的に、その移管が行われた。この体制が完了した翌2018年3月以後は、横須賀基地に航空母艦が入港した際には、その艦載機は、岩国基地へ駐機することとなり、陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所は、引き続き硫黄島が当てられ、三沢、横田、厚木、岩国の4基地は、非常時のみの使用とされた。しかし、岩国基地から硫黄島までも距離的に離れている状況には、厚木基地からと比べても大差がなかったため、陸上空母離着陸訓練 FCLP の効率的な運用という観点から、問題の解決には至らず、ここに馬毛島が浮上することとなった。岩国基地から馬毛島までの距離はおよそ 400km ほどと、硫黄島までと比較した場合3分の1以下となるため、アメリカ海軍が抱えていた陸上空母離着陸訓練 FCLP の人的、時間的、距離的な問題をすべて低減させることは明白だった。そのため、一部から根強い反対活動はあったものの、前述したようになんとか日本政府が、馬毛島の買収交渉をまとめ上げ、
旧所有者のダストンウェアポート社の関係者を除けば、事実上の無人島であった同島の活用は合理的な選択だと思える。日本の防衛省は、2023年度の補正予算内に、馬毛島の整備に、2684億円の経費を計上。陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地及び自衛隊が使用する基地の建設を本格化させ、必要な設備の整備に注力を行っている。馬毛島は、在日アメリカ軍の航空母艦艦載機の陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地となるだけにとまらず、今年2024年から取得が始まる航空自衛隊の出雲片護衛艦の艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の発着艦訓練の拠点としても活用される予定である。中国軍による南西諸島方面への軍事的な圧力が増している現在、その防衛における役割の重要度も比例して増加しており、馬毛島の位置する地理的な位置は、それらの課題に対する備えとしても大きな意義を持つだろう。イージス・アショア計画が白紙撤回されてから数年が経ちました。その代わりのようにイージスシステムを搭載したイージス艦の計画が動き出すようです。そんなイージスシステム搭載艦の予算として、2024年度予算案で3731億円という天文学的金額を計上した流れについて見ていきたいと思います。それに伴って、早期導入が叶ったとも言える巡航ミサイルトマホークが今年から装備されていくようですし、人に、意識能力向上型も、1年前倒しで量産されるそうです。ある意味では白紙撤回したための危機感に追われてとも言えましょう。2023年12月19日。2024年当初防衛予算案について、財務省の鈴木財務省と木原防衛省が会談、イージスシステム搭載艦1隻あたりの建造費として3371億円を計上すると決定したことを公表しました。このイージスシステム艦の導入の経緯を紹介します。1998年、平成10年に実施された北朝鮮のミサイル発射実験。その中で、デポドンが日本列島上空を飛翔し通過した事件が発端でした。日本領空が危険にさらされるとした防衛省が、自衛隊におけるミサイル防衛能力の整備を本格化、海自が保有しているイージスシステム搭載護衛艦と空自が配備しているパトリオットミサイルによる対処体制を整備したのです。しかし、この体制は、当時所有していた装備を最大活用するという対応に過ぎませんでした。イージスシステム搭載護衛艦が、ミサイル防衛、BMD のためのパトロール目的だけに拘束されてしまうので、中国海軍の進出が、激しい南西諸島方面への展開や、必要な練り度を維持するための訓練時間が確保できなくなることが懸念されていました。こういったことから、北朝鮮の弾道ミサイルに対する BMD 任務に専従させるため、イージス艦のイージスシステムを丸ごと陸に上げ運用する方向で話が進んだのです。地上配備部隊整備が決まり、2017年12月19日の国家安全保障会議及び閣議で、そのための必要な装備として、イージスアショアの導入を決定したというわけです。かなり唐突に決まった印象がありましたね。防衛省は、秋田県と山口県への配備計画を進めようとしていましたが、2機のイージスアショアが、弾道ミサイルを迎撃するための高高度地対空ミサイルのブースターを配置する基地の敷地外に落下する可能性があることについて、
配備反対の声を上げる地元への説明が不足していたことなどの問題が発生。決定から3年後の2020年6月15日に、当時の防衛省が導入計画中止を発表しました。しかし、アメリカのロッキード・マーティン製のレーダー AN、スパイ7とイージスシステム2機を発注する契約は締結済みでした。なので、キャンセルすることなく活用する案として、地上の制約を受けない洋上の艦艇、もしくは建築物などへ搭載して転用すると決定したのです。洋上への転用方法について議論され、3つの洋上案が検討されました。1つは、護衛艦を新造して搭載する。2つは、民間の船舶をチャーターして搭載する。3つは、洋上に海上油田のような大規模建造物を構築し、そこに配備するオイルリグ型などです。敵の攻撃に対する防衛力や脆弱性などを重視した結果、護衛艦を新造してイージスシステムを搭載する案が有力となりました。政府は2020年12月18日、新たなミサイル防衛システムの整備やスタンドオフ防衛能力の強化に関する閣議で、AN、スパイ7とイージス武器システムベースライン J7B を搭載するイージスシステム搭載艦を新たに2隻建造、海上自衛隊が運用すると決定しました。このベースライン J7B ですが、海自の最新イージス艦マヤ型護衛艦で運用されているベースライン J7 の改良型です。アメリカ海軍のアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦に搭載するベースライン QC2 と同様、すべての SM ミサイルが発射可能となる弾道ミサイル防衛システム BMD5.1 が統合されています。さらにオープンアーキテクチャ化することで、これからアメリカ海軍のイージス艦に搭載される予定のベースライン10が持つ新機能の数々を利用することができるらしいとされています。イージスシステム搭載艦の設計では、敵国の弾道ミサイルや地上発射型もしくは航空機発射型の巡航ミサイルなどの脅威に対し、臨機応変かつ持続的に対応することが求められます。そのために必要な条件があります。24時間警戒態勢ができるように稼働率を向上させる、冬季の日本海の荒天地などでも影響を受けにくい対応性を持つ、長期間洋上に常駐する任務に耐える乗組員の居住環境改善のほか、極超音速滑空体 HGV を撃墜するための新型迎撃ミサイルの運用などということです。また、将来的に開発が予測される装備品を、わずかな改修で運用できるようにする拡張性など、多種多様な要素に対して総合的に考慮し、既存のイージス艦と同等以上の防空能力と機動力が保持できる艦艇であることも要求されています。イージスシステム搭載艦の主兵装は、艦対空スタンダードミサイル SM3 や弾道ミサイルや極超音速滑空兵器にも対応できる SM6 のほか、敵基地を叩くための反撃能力として、射程延伸回収後に導入が予定されている艦艇発射タイプの人に意識地対艦誘導弾能力向上型も搭載される計画になっているそうです。こういった各種ミサイルを発射するためにイージスシステム搭載艦に備えられる垂直発射装置 VLS は200セル以上とされていますが、この数はアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の122セルや中国海軍の南アキラ級駆逐艦の112セル以上で、水上戦闘艦としては世界最多になります。2023年8月に、概算要求で、1隻3797億円が認められた形になりましたが、財務省側では、イージスシステム搭載艦建造にあたり、物価高や円安の影響で上昇している防衛費を抑えるため、実効的な管理体制を構築し、さらに将来的に調達するイージスシステム艦の搭載レーダー選定についても白紙に戻すことも含めて改めて検討するよう求められました。イージスシステム搭載艦に設置するレーダーなどの装備には AN スパイ7イージス武器システムとベースライン J7B 及びアメリカ海軍が開発した共同光線能力 CEC が搭載される予定でしたが、搭載レーダーの白紙化検討も求められています。マヤ型護衛艦に設置されているレーダーは、AN、
スパイ 1DV で、アメリカ海軍のイージス駆逐艦 RE バーク級ミサイル駆逐艦の最新型のフライト3のレーダーには、アメリカのレイセオン社製 AN、スパイ6が導入されているので、イージスシステム搭載艦には、AN、スパイ 7V1 を搭載するだろうと専門家たちから指摘されていました。しかし、防衛省では、イージスシステム搭載艦に、AN、スパイ 7V1 を採用する理由として、性能面では、スパイ7とスパイ6との間に大差がないこと、未試験や維持、運用に必要な経費を含めた総額で比べると、スパイ7の方が、スパイ6よりも安価になること、現時点でスパイ6へ変更した場合、調達スケジュールがさらに数年遅延することなどを理由として、スパイ7の導入予定には変更がないと強調しています。と言っても、こういった防衛省の主張は全てが後付けで、陸上のイージスアショア用として、AN、スパイ 7V1 を2機購入するロッキード・マーティン社と交わした契約を破棄することで、それまでに払った経費700から800億円が回収できなくなると指摘する声が上がったそうですが、防衛省としては、AN、スパイ 7V1 を選択するより、他には選択肢がなかったのかもしれません。財務省側が出した搭載レーダーの白紙化という発言については、防衛省の強気の姿勢に釘を刺したのではないかとされ、既存のスパイ 1D やスパイ6などと競合させて導入価格を抑えさせようという目論見があるのではないかと思われるのです。どちらにしても、納税者としては、予算は安い方がいいですよね。